どうも、達也です。今回ね、辛い時にこそありがとうっていう言葉っていうのを使ってみてほしいなっていう話です。で、ね、これね、なんでね、この話をしようかなって思ったかっていうと、辛くなったり、メンタルがね、落ち込んで辛くなったりとか、うつ病になっちゃったり、不安障害になって、パニック障害になって、まあいろんな障害があったりするけど、そういう時ってたくさん言葉が出てこないと思うんですよ。で、こういうふうに何かしてもらった時に、あ言葉が詰まっちゃって出てこないとか、そもそもうつ病でこう言葉を発したくないとか、コミュニケーション取りたくないっていうのが出てきたりもするから、そういう時はもう一言ありがとうっていうだけなんだけども、それをどんどん増やしてほしいなと思います。理由としてはね、単純でありがとうって言った本人もそうだし、言われた本人もやっぱりね、嬉しいんですよ。で、それがあるだけで自分たちの、まあ要するにオキシトシンっていうね、そういったものが出てきてリラックスできるっていうのも分かってるんだけども、そういうありがとうっていうことで、あ、ちょっとなんか言えたなっていう感覚とか、あ、ありがとうって言われたな、で、そして、ちょっとだけ会釈されたなっていう、そういうところが自分の気持ちの支えにもなったりするので、ありがとうっていう言葉をね、増やしてほしいと思います。で、ちょっとね、話はずれちゃうんだけども、今、若い人たちっていうのはものすごく辛いと。もちろん高齢者の方々も辛いんだけども、若い方々の、死亡の一番の理由っていうのは、自殺っていうのになってきてると思うんですよね。で、それは彼らが絶望しているんですよ。と、要するに今後日本にこういった、なんだろうな、いい未来がないんじゃないかとか、いろんな不安がいっぱい巡り巡った結果、自分で死を選ぶっていうことをしてると思うんだけど、そういった人たちの助けにもなるんだっていうことをね、そこに気づいてほしいんですよ。例えば今、コンビニで買い物をしたら、多分若い子たちが立ってると思うんだけども、そういう人たちに対して、こう買って袋に詰めてもらったら、ありがとうって一言付け加えてほしいと思います。それが皆さんのできる若い人たちに向けてのメンタルヘルスでもあるんですよ。そしたら若い子たちも、あ、こういうこと言われるんだって、ちょっと癒されたりとか、その気持ちっていうのは家に帰っても、あ、こういうこと今日言われたなっていうので残ってるんですよ。そしたらそういう人たちっていうのは、今後自分がありがとうって言われたら気持ちいいんだから、他の人に対してもありがとうって話すようになっていくと思います。っていうふうに、いろんなこう複雑な環境が皆さんのメンタルヘルスにつながっているんですね。で、ありがとうっていう言葉がどん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 増えていくと、本当にウィンウィンとは言わないけど、とてもいい環境を作ることができるから、そういうふうな環境を作る、きっかけの一つとしてもね、ありがとうっていう言葉っていうのを増やしていってほしいと思います。ね、今の若い人も辛いし、高齢者の方々も辛い。今こう、ね、人口がちょっと見えるかどうかわからないけども、こういうふうに逆ピラミッドになっちゃって、ものすごくここにね、辛いところが重なっちゃってるから、若い人たちっていうのをちゃんと支えてあげないといけない。よく林業とかの問題が出て、これ以上専門の方々がいなくなっちゃったら大変なことになるぞとか、ここの人材が足りないぞとか、そういうのはわかるけど、それは若い人たち、今後生まれてくる人たちありきの話だからね。人を集めたところで、今後生まれてくる子供たちが少なければ、いずれそこは何もできなくなってしまう。そして、まあ国が滅んでいくっていう、そういう経路をたどると思うんだけども、そういったところを阻止する一つの要因にもなったりするから、ありがとうっていう言葉っていうのをちょっとずつね、生活の中に取り入れていってほしいと思います。言うのはね、ちょっと恥ずかしいと思うんだけども、言い始めると、とても双方にとって気持ちいいし、もしありがとうって言えなかったりとか、それも恥ずかしいなと思うんだったら、僕も始めたんだけども、こう買い物して、どうもっていうところから、もうどうもから始めてみてください。で、どうもっていうこの会釈付きの行動に慣れてきたら、その後にありがとうってつけるようにしてみてください。ありがとうって言われてね、むちゃくちゃ怒る人っていうのはきっといないだろうから、ちょっとずつ言えるようになっていくと思います。そしたらコミュニケーションね、人と話すコミュニケーションっていうのもちょっとずつ上達してくると思うから、特にうつ病とかになっちゃうと、そういうコミュニケーションが難しくなっちゃって、社会復帰も難しくなっちゃって、その結果としてさらに落ち込む、メンタルヘルスが悪化するっていうのがあると思うから、そういうコミュニケーション、どうもっていう会釈、そしてありがとうっていう、そこからちょっとずつリハビリするっていうのもいいかもしれません。そしてその言葉っていうのは自分にとっても嬉しいし、相手の方にもとっても嬉しいし、その相手の方にとって嬉しいから、相手の方がいろんな人にまたありがとうって使うようになって、いろんな人のメンタルヘルスにつながっていくと思うから、ちょっとずつね、ありがとうっていう言葉を増やしてほしいなというお話でした。皆さんもね、できることからちょっとずつ始めてみてください。呼吸のトレーニングとか、瞑想とか、ノート術とか、いろいろありますけども、自分のできるところから始めて、ちょっとずつね、
体調を良くしてメンタルヘルスを良くしていってほしいとは思います。はい、そんな感じで今回はありがとうっていう言葉を増やしてほしいなっていうお話でした。また似たような話するかもしれませんけども、それぐらい大事なことだっていうことをね、伝えたいです。はい、ではまたお会いしましょう。またね、ちょっとずつね、良くなると思います。